2023年新東京サーキット NTC カップシリーズ第2戦東京 SS クラスの予選ヒートです。このレースはフラワーペイメント株式会社様、アルファ N フォーメーション株式会社様、株式会社 A コー様、株式会社 B プロフ様、以上のご協賛により開催しております。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ボールポジションからのスタートはゼッケンナンバーは4番チームオーガスト前田達也。チャンピオンを今年獲得して来季はスーパー SS クラスにチャレンジしますと宣言しております。その宣言通りこの予選ヒットはまずボールポジションを獲得していきました。さあそしてフロントのセカンドグリッドからのスタート、ゼッケンナンバーは5番チームオーガスト伊藤俊一。そして3番手スタートはゼッケンナンバー51番横浜テクノオート伊藤志龍。4番手からは45号車パワーワークス与田栄一。そして5番手からは3号車レイブレーシングチームビズ達川と久保村栄一、昨年のチャンピオンが5番手からのスタートです。そして6番手からは8号車チームオーガスト山本修司。以上が上位6台となります。7番手からはゼッケンナンバー30番レーシングスクエアゲンドラゴン。8番手からはパワーワークス21号車山口孝雄。9番手からは38号車 RF 青山関係優。10番手からは66号車 レーシングスクエアゲン吉野明弘。そして11番手からは24号車パワーワークス柏木隆。12番手からは RF 青山31号車保坂辰則。13番手からはレーシングスクエアゲン27号車修司。14番手からは RF 青山96号車米田家。15番手からはレーシングスクエアゲン19号車小林健治。16番手からは RF 青山86号車森大輔。そして17番手からは2号車レーシングスクエアゲンチョイ・カーティス。18番手からは23号車レーシングスクエアゲン米長。そして19番手からは92号車 RF 青山安藤秀典。20番手からは15号車チームオーガスト大岩朝日となります。以上20台で東京 SS クラスの予選ヒット周回数10周で行ってまいります。ここで8号車クラスドライバーのお知らせです。18号車若浜若浜東京 SS クラスの予選ヒート、この週で隊列を整えてまいります。最後尾からのスタートは大岩朝日、この東京 SS クラスで優勝もしたことがあるドライバーです。さあその大岩朝日、現在は大学2年生ということで、おそらく今日走っている中でも若手のドライバーということになりますね。普段はマクドナルドでアルバイトをしているそうなんですが、さあその大岩朝日が最後尾からどこまで追い上げてこられるのか、東京 SS クラスの予選ヒート。さあ隊列がコイドラインから立ち上がってまいりまして、レッドシグナルはブラカートレーススタート。さあ前田達也そして伊藤俊一が1コーナーを抜けていきまして、いや伊藤俊一がアウト側で下がっていく、4番手まで下がったか、代わってイン側スタートの伊藤志龍、3番手スタートのドライバー、いやそれをかわしまして久保村栄一だ。5番手スタートの久保村栄一が2番手に浮上してくる4コーナー。
先頭前田達也が逃げる。久保村栄一が5番手から一気に2番手まで上がってまいります。久保村栄一3号車、このドライバーが昨年のチャンピオン、さあ昨年のチャンピオンドライバーが5番手から一気に2番手にポジションを上げてまいりました。その前には4号車の前田達也、そして今3番手には51号車伊藤志龍、その後ろに2番手スタートアウト側に残されてしまいました5号車伊藤俊一が今4番手となっております。その後ろには与田栄一、40号車与田栄一が4番手スタートながらポジション1つ下げまして今5番手となっております。ここまでがまずはワンセットとギリギリ言えるかどうかというところ。さあそしてその後ろ6番手には30号車ドラゴン、さあこの全身イエローのいでたちがトレードマークのドラゴンが今6コーナーで仕掛けられますが、なんとか、いやここは下がるか、飛び込んできたのは8号車の山本修司、さあしかしその山本修司をドラゴン30号車かわしまして 6番手ポジションを守っていく。ドラゴンが6番手ポジションをかなり守っていく。その後ろには山本修司、そして山口孝夫、吉野丹家と続いております。もうその後ろに保坂達則、この辺りのドライバー誰が優勝してもおかしくないドライバーがこのドラゴンの後ろにずらっと並んでいる。ああここで大岩朝日がピットに戻ってまいりました。大岩朝日やはりマシンの調子が悪いか、タイムトライアルでもタイムが全く出てきませんでした。大岩朝日はここでマシンを下げました。さあ東京 SS クラスの予選ヒート、今ドラゴンがまずは一旦離れまして 6番手30号車一人旅、その後ろに上がってきたのが、今これが66号車ですね、吉野です。吉野、その後ろに保坂、柏木隆、森、神家優と続いておりまして、13番手には米田圭。さあしかしこれ2コーナーで1台マシンが止まっている、これ山口でしょう。先ほどまでいいポジションを走っておりました山口がここでマシンを止めている。これで山口はマシンを下げたようです。レースは残り7ラップ、現在トップは変わらず4号車前田達也、先頭の5台は膠着状態です。そして集団から抜け出してまいりました30号車ドラゴン、その後ろに山本修司8号車、そして保坂達則31号車が集団から抜け出してきました。そして24号車柏木隆が今9番手。さあこの柏木隆はなんとカート以外にもねジャグリングができるそうなんですね。テニス、スキー、ジャグリングということで、ジャグリングってあれですよね、ポイポイ投げるやつですね。さあそんなジャグリングをできる柏木隆、ちょっと見てみたい気もしますけれども、その柏木は今9番手走行中、毎戦ドライバーとして成長しているというドライバーです。さあその柏木がここから這い上がってくることができるでしょうか。その柏木の後ろには今吉野ですね、66号車吉野。さあ先頭勢が動くか、先頭勢が動くか、1コーナーちょっとまだ動かないか。さあ先頭の前田達也に対しまして2番手の久保村栄一がかなり近いところ走っておりまして、今1コーナーで仕掛ける素振りがありましたがここは動かない、動けなかった。さあそして4コーナーもここはまだ動けません久保村栄一、しかし久保村がそろそろ来そうだ。ちなみに現時点のレースバステストは伊藤俊一4番手のドライバー、5号車の伊藤俊一が現在レースバステスト。さあ先頭の前田達也に対しまして久保村栄一がテントゥーノーズ、どこで動くか久保村栄一、昨年のチャンピオン。さあこの久保村栄一こそですね、昨年チャンピオンを取りまして今年は別クラスに行くのかなと思いきや、この東京 SS クラスが楽しすぎたようで、今年もこの東京 SS クラスに参戦となりました。さあそのしかしその久保村栄一が下がる、今3番手に下がりました。代わって上がってきたのはこれは伊藤志龍でしょう、個人1号車伊藤志龍。さあこの伊藤志龍はまだ新東京サーキット参戦を始めまして1年経っていないドライバーなんですが、各クラス参戦しまして実績を残しているドライバーです。その伊藤志龍が今2番手に浮上、
東京 SS クラスの予選キット。さあ先頭前田達也変わらず、そして3番手の久保村が1コーナーで伊藤周に飛び込みまして、これで2番手に浮上するか。2コーナーで伊藤周は下がる。ここで伊藤周は下がります。これで2番手久保村1、3番手が伊藤周、4番手には伊藤周1、そして5番手が与田英二となります。さあ与田英二もですね、私このドライバーはもう参戦した当初から早いなと思っていたんですが、まだね参戦復帰ドライバーらしいですね。まだ参戦して、今回が4回目のレースぐらいでしょうか。さあその与田英二が今5番手、いや6番手かな、走っております。5番手ですね、5番手を走っております与田英二。その前には久保村英二、先頭は前田達也。前田達也が逃げ切りとなるか。レースは残り2ラップ。さあ2番手以降が一塊団子状態。現在2番手は51号車伊藤志久、3番手は伊藤俊一、久保村英二がその指導、そして与田英二と続いております。さあそして6番手が入れ替わるか。30号車ドラゴンに対しまして、8号車山本修二がまたテールトゥーノーズ仕掛けていきます。あーそして今6コーナー3番手が変わるか。伊藤俊一が飛び込んだ。伊藤俊一が上がってくるか。さあ先頭東京 SS クラス4号車前田達也がファイナルラップへと入っていく。さあそして2番手には伊藤俊一。さあ2ワイド3ワイドで1コーナー走っていく。ちょっとこれはバックマーカーの処理もありまして難しい状況です。さあ現在のトップは4号車前田達也、そして2番手はこれ伊藤俊一ですね。5号車伊藤俊一が2番手に浮上。そして3番手には51号車伊藤志龍、そして4番手は久保村英二3号車、そして5番手が40号車与田英二というオーダー。さあこれで3番手の51号車伊藤志龍が6コーナー飛び込むが、ここは距離が取りなかった。伊藤志龍はこれで失速。先頭は4号車前田達也が立ち上がってまいりまして、トップチェッカーです。そして2番手には伊藤俊一、3番手には久保村英二、4番手が与田英二となりました。そして5番手には伊藤志龍、51号車6番手がドラゴン、7番手山本修二が7番手です。8番手には橋本隆史、9番手が細田勝則、10番手が関係、そして11番手が吉野、12番手米田家、13番手森、14番手には周知、15番手には小林健治、そして16番手米長、17番手安藤となりました。東京 SS クラス予選キット、お疲れ様でした。